え、ちょっとあれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら、天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ。まとめて逮捕すんぞ。ああ府警さん、こっちに。誰が府警さんだ？誰が刑事さんだ？刑事さん、見た目だけで物事判断してんじゃねえ。逮捕すんぞ。ん、どうなってんだ。キモ、キモいから逮捕。そこ逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待て、そこの車。止まらねえと逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな？話はできるかい？それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどうしようかと思っていたところだ。そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解できていないようだな。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲で。君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのかな。そうか、友達のことは気にするな。とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えてみる。私が誰か？そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったが、君の存在があまりにも興味深くてすっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレナ京子。しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのか。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、
目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレム探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何？依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできない。それにとても不安定な状態に思える。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル体そのものだ。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。つまりリアル特性を持ったデジタル体、半電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？テレビがどうかしたか？こっちよ。飛びなさい。